白坂慎太郎です。今回は SE ホールディングス株価予想ということでやっていきたいと思います。はい、これまでの株価推移なんですけれども、まあ、1999年2000年と、まあ、そういった IT バブルの時にですね、まあ、1回ものすごい上場来高値を記録したことがあるんですけれども、まあ、その後はですね、まあ、長い長期で見た場合は横ばいからやや回復傾向という推移で来ています。はい、ということでこれまでの経緯ですね、まあ、会社が設立されたのが1985年ということですね。で、上場したのが1998年ということで、まあ、現在の発行済み株式総数で考えると121円の価値で始まったということですね。まあ、そこから1999年2000年ということで、まあ、IT バブルになっていくわけですけれども、まあ、その IT バブルの頃をですね、まあ、上場来高値2000年に4517円というのを記録しています。まあ、この SE ホールディングスっていうのは、まあ、出版社なんですけれども、まあ、そのコンピューター関連の本っていうのから出版を始めてるんですね。なので、まあ、1985年の時にですね、もう Windows ですね、マイクロソフトの Windows の関連の本ですね、まあ、例えば解説の本とか、まあ、そういったところを出版していますので、まあ、株式市場の中ではですね、何かそのインターネット関連企業っていう、まあ、ものの見方でですね、まあ、かなり大きく期待されたんだろうと、まあ、それで一時的にですね、まあ株価が急騰したというふうに考えられます。ただ、まあ、IT バブルがですね、まあ、実際2000年に崩壊するわけですけれども、まあ、その後上場来安値ということで、まあ、2003年ですね、まあ、現在の発行済み株式総数で43円まで下落しているということですね。まあ、ちなみに参考までに2009年の時点での株価っていうのが76円だったということです。まあ、リーマンショックが2008年ですけれども、まあ、そのリーマンショック後の2009年は76円ということですね。で、昨年2021年の12月末の終値が298円ということになりますので、まあ、2009年から約12年間でですね、まあ、3.9 倍まで株価は回復上昇したという銘柄になっています。はい、で、まあ、今回の基準ですね、今回は1月25日15時の終値256円で考えていきたいと思います。はい、では株価予想ということなんですけど、まず短期ですね、直近1ヶ月から考えていきたいと思います。はい、下げ止まりではないかというふうに見ています。まあ、年が明けた1月からですね、株価が大きく下がっているんですけれども、途中ですね、1月20日にですね、まあ、業績の情報修正を発表しています。今期ですね、当初発表していた利益よりも上の利益が出そうだということで、まあ、会社の方からですね、まあ、情報修正が発表されて、まあ、それが交換されたんだと思うんですけれども、まあ、下げ止まってるんではないかというふうに見ています。はい、よってまあしばらく横ばいが続く可能性が高いということですね。はい、では長期ですね、1年以降ではどうなのかということで、長期を考える上でですね、まあ、改めて SE ホールディングスという企業についての学びを深めていきたいと思います。はい、SE ホールディングス&インキュベーションズということで、はい、特色ですね、技術書出版の奨励者のほか、マーケティング支援、スマホコンテンツ作成、技術者派遣、研修もということで、まあ、かなりですね、いろんな事業を今までもやってきてるし、これからも今現時点でもやってはいるんですけれども、まあ、売上の中心ですね、しかもなおかつ伸びてるのも出版事業ということですね。出版以外の事業もやってはいるんですけど、まあ、売上の中心が出版事業であり、なおかつ伸びてるのも出版事業ということで、まあ、今回はですね、まあ、分かりやすさを重視して、もう出版社っていうことでですね、奨励者の親会社という見方でですね、まあ、企業分析を続けていきたいと思います。はい、ということで、まあ、出版社の奨励者ですね、まあ、先ほども申し上げたんですけど、1985年ですね、まあ、本当にパソコン黎明期の頃ですね、まあ、Windows の解説書からですね、まあ、スタートしているということで、結構コンピューター、パソコン、まあ、インターネットですね、関連の、まあ、本っていうのは比較的、これまで力入れてるし、まあ、充実しているということです。まあ、ちなみに、この動画を撮ってる時点でのですね、まあ、奨励者の、まあ、電子書籍部門の、まあ、売上上位、5冊というのをですね、まあ、今、
享受してるんですけれども、まあ、そう考えた時に、まあ、ザ・モデルっていうのはこれはですね、まあ、ビジネスモデル SaaS の解説書ですね。それからまあアフィリエイトブログということで、これはまあブログですよね。でそれからプロダクトマネジメントのすべてということで、まあね、そのコンテンツとかっていうのをですね、まあ、どういうふうにまあ経営管理していくのかということですよね。まあ、あとはやってはいけないデザイン、それから一番右が Python1 年生というふうに書いてあります。 Python っていうのはプログラミング言語の一つで、まあ、今一番ですね、まあ、注目が集まっている言語ということですよね。まあ、その機械学習 AI ですね、それから仮想通貨ブロックチェーンも Python で、実際は組んでいく場合が多いので、まあ、そういう意味でですね、まあ、プログラミング言語の中でも一番注目が集まっている Python に関する、まあ、初心者向けの本とか、こういったのが、まあ障碍者出版として障碍者が出版している本の中では今売れ筋になっているということですね。はい、では以降ですね、 SE ホールディングスの主要指標を確認していきたいと思います。はい、時価総額はこの動画を撮っている時点で61億の企業ですと。で PER ですね、プライスアーニングレーシオ、株価収益率ですね、分子が株価、分母が一株当たりの当期純利益ということで、まあ、一株当たりの当期純利益の何倍の株価になっているかということで、まあ、7.4 倍という数字になっています。目安 16.6 って考えた場合は約4割にとどまっているということですね。まあ、これは分子分母両方の考え方があると思います。まず分子が株価ですけれども、まあ、はっきり言って出版社というふうに見た場合に、まあ、株式市場からあまり期待されてないという、まあ、分子が数字が小さいということが一つですね。あと分母ですけれども、まあ、分母は当期純利益ですけれども、まあ、分母の当期純利益がですね、まあ、近年上がってきているということですよね。まあ、特に1月20日に情報修正が出たりとかいう形になっているので、まあ、分子が低くて分母が上がってきている、結果、まあ、PER が数字が低い、まあ、約4割にとどまっているということですね。はい、で PBR ですね、プライスブックバリューレーション株価純資産倍率ということで、分子が株価、分母が一株当たりの純資産ということで、まあ、SE ホールディングスが持っている自己資本の、まあ、何倍の株価になっているかということで、まあ、1倍ということですよね。要するに、まあ、自己資本分ということです。純資産分の株価と、時価総額ということになるということですよね。はい、目安 1.25 と考えた場合は約8割にとどまっているということです。まあ、こちらも数字だけで見れば割安ということになります。はい、それから営業利益率ですね、 14.6% ということで、まあ、目安 7.2 と考えた場合は利益率は2倍の数字が出ています。はい、それから生産性ですね、従業員1人当たりの営業利益ということで351万円ということです。はい、目安300万円と考えた場合は 1.2 倍になっているということですね。まあ、ちなみに折れ線グラフを確認していただいたらですね、まあ、比較的生産性は右肩上がり傾向というのを確認していただけると思います。はい、それから ROE ですね、リターンオンイクイティということで、自己資本利益率ですね、分子が当期純利益、分母が自己資本ということで、まあ、SE ホールディングスが自己資本をどれぐらい上手に使って当期純利益を稼いでいるかという、まあ、資金の効率性ですね、お金の使い方の上手さを表す指標であり、まあ、投資家から見た場合は、まあ、一つの、まあ、利回りに当たる数字です。まあ、要するに SE ホールディングスが、まあ、ROE 10.3% ということは、SE ホールディングスが1年間でですね、まあ、10.3% 企業価値を高めたという、まあ、見方ができるということです。はい、目安 10.6 で考えた場合は約1倍という数字になります。はい、ということで、まあ、株価指標の2つですね、 PER 株価収益率 7.4 倍、それから PBR 株価純資産倍率1倍ということで、まあ、どちらの指標で見たとしても、まあ、割安の数字が出ている SE ホールディングスということですね。はい、では、まあ、企業価値から考えた場合ですね、どうなのかっていうことなんですけれども、まあ、結論から言うとやはり割安だというふうに今回は分析しています。はい、その理由としてはですね、電子書籍が成長産業だからということですね。で、まあ、確かにですね、出版業界全体ですよね。まあ、なので SE ホールディングスっていうのは、まあ、障碍者という出版社の親会社であり、ね、そしてまあ出版業界全体はもう衰退産業なんですよね。まあ、だから当然株式市場からあまり期待されてないっていうのは、まあ、当然って言えば当然だったりするわけです。まあ、例えば出版業界っていうのは本当に日本が、バブル経済の、まあ、頂点だった時ですよね。まあ、1990年12月末っていうのが、まあ、バブルの頂点だったわけですけれども、まあ、その1991年の時に、まあ、
出版業界というのは3兆円市場だったということですよね。だそれがまあ昨年2021年に関しては 1.6 兆円ということですから、もう約半分まで、ですね、市場が縮小しているということですよね。もうこれはもう明らかに30年で約半分ですから、明らかにまあ衰退、産業ということが言えると思います。まあ、しかしですね、電子書籍ですよね。だから出版っていうのは紙プラス電子ということになるわけですけど、紙はどんどんですね、まだはっきり言ったら、まあ読まれなくなる、ているということですけれども、まあ、内訳で見た時の電子書籍自体はもう右肩上がりでずっと市場規模が大きくなっているということですよね。まあ、今だから約5000億ぐらいまで来ているわけですけど、実際も2021年っていうのはもう数字が確定しているわけですよね。ってなった時に2020年と2021年って1年間比べた時に、まあ、年 28% 実際は電子書籍は売り上げが大きくなっている、まあ、要するに市場が大きくなっているということですよね。まあ、年 28% って言ったら明らかに成長産業の部類に入るというふうに思っています。はい、ということで、まあ、紙の本から電子書籍へっていうのが、まあ、一つの大きな流れになっているということですね。はい、でこれは出版社にとって何を意味するかっていうと、まあ、売上構造、利益構造が大きく変わるということを意味しています。はい、ということは紙の本の売上の場合ですね、まあ、例えば本が1冊売れました、それが 100% だというふうに考えた場合の、まあ、内訳というか取り分なんですけれども、まあ、出版社が 70% ですということですね。で取り次ぎが 8%で書店が 22% ということになります。で出版社は 70% 取るんですけれども、まあ、その 70% から著者に印税を払うということですよね。まあ、これは契約によって変わるんですけど、まあ、一般的には 10% である場合が多いということですよね。あとは印刷代ですよね。まあ、自社で輪転機を回して印刷する場合と、もしくはもう印刷会社に外注で印刷してもらう場合で、まあ、これも数字がまあ変わってはきますけど、まあ、仮に 10% というふうに考えたら、まあ、出版社が 70% で、著者印税が 10%、印刷代が 10% だったら、まあ、実質まあ 50% っていうのがまあ出版社の取り分ということになるわけですよね。はい、それがまあ電子書籍だったらどうなるかっていうと、これも出版社が100になるということです。基本的には、まあ、もちろん著者印税が入りますので、まあ、この 100% から著者印税を支払うということになりますよね。まあ、電子書籍の場合はまあ契約次第ですけれども、まあ、紙の本と同じ 10% っていうことはおそらくないということですよね。まあ、契約によってまあ20、30というふうにまあ払っても、まあ、はっきり言って出版社からすると紙の本が売れるより電子書籍が売れた方が圧倒的に利益率が高いということになります。まあ、少なくてもその印刷代がかからないということですよね。まあ、先ほどは一つの例として印刷代が 本の代金のまあ 10% というふうに見積もりました。あとは取り次ぎですよね。まあ、結局出版社と書店をつないでくれる会社、取り次ぎ、まあ、ここは 8% でした。で書店さんですよね。まあ、最後消費者に売ってくれる書店さん 22% だったわけですけど、まあ、印刷 10%、 取り次ぎ 8%、 書店が 22% ということで、まあ、単純に足すとまあ約40% ですよね、が、まあ、電子書籍の場合は、まあ、経費としては浮くということになります。ということは言い方を変えると、まあ、40%、まあ、例えば広告宣伝とか何らかですね、まあお金を投資したとしても、まあ、40% お金を投資したとしても紙と同じだけの利益率になるということですね。でまあ、電子書籍の場合はまず原価がゼロだと、まあ、要するに紙を印刷してないですから、ね、だから売上から原価を引く場合のその原価っていうのがもうほとんどかかんないということですよね。だからまあ売上がほぼほぼ粗利になるということです。しかも本の紙の本に比べた場合にまず在庫切れっていうのがないというのが大きいということですよね。だから紙の本ってなるとやっぱりこう本屋さんとか書店さんって物理的にスペースに限りがありますから、やっぱりこうね、ある程度の本じゃないと、まあ、ずっと置いておくってことはしないんですよね。まあ、ピークの時っていうのは紙の本っていうのは1日200冊とかですよね。1年で7万冊とか、新刊が出てましたので、まあ、そうすると、まあね、その本屋さんからすると、まあ、売れない本っていうのはどんどん片付けて返本して、
ってしまうんですよね。だからあるね、その読者さんが、まあ、本屋さんに買いに行った時に、いやその本は今ありませんと、在庫切れですということは、紙だったらあるわけですけど電子書籍はないですよね。お金払ってもらったら必ずダウンロードしてもらうことができるわけです。だからその販売の機会を逃さないというね、まあ、機会ロスっていうのがそもそもないということですよね。まあ、だからもう常に、まあ、欲しいという方が、まあ、一人でもいらっしゃったら、それでまあ売り上げっていうのは立つと。で、売り上げが立つってことは、すなわち粗利が得られるということになるわけです。だからまず在庫切れがないっていうのが大きいということですよね。あと絶版ですよね。だから古い本でね、まあある程度の、部数が出なくなったら、もう結局それから増刷しないで、結局、まあ、はっきり言ったら社会の中からもうね、消えていくということになるわけですよね。まあ、あとはもう古本屋さんとか、もしくはその買った人のですね、本棚に残るというだけで、まあ、基本的にはもう本屋さんには並ばない、絶版ということもあるわけですけど、電子書籍の場合はそれもないわけですよね。だから一回電子書籍で出版した場合っていうのは、もうずっと半永久的に、まあ、それこそインターネットが存在する限り、まあ、結局、まあ、売り続けることができるということです。だからやっぱりかなり紙の本と電子書籍っていうのはだいぶ変わるわけですね。だからまあ電子書籍の場合は在庫切れがなくて、なおかつ絶版がないので、まあ、ロングテールになり得るということです。実はこう出版社からすると、こちらの売り上げっていうのがこれからどんどん大きくなっていくということが考えられます。通常の紙の本だったら、まあ、売れ筋の本だけで、まあ、売り上げを上げるしかなかったわけです。だから、まあ、紙の本の出版社からすると、常に新しい新刊を出し続ける必要があるし、なおかつそれを売る必要があったわけですよね。で、売れないってなると、まあ、本屋さんからどんどん返本で片付けられてしまうということになるので、今までの紙の本だったらもう売れ筋だけで売り上げを上げていかないといけなかったっていうのが、電子書籍に割合が増えていけば、まあ、結局もうね、2年前3年前4年前、しかもそんなに今ね、例えばランキング100位に入ってるとか、ランキング1000位に入ってるとか、っていうことがなかったとしても、いや2年前3年前なんだけど、でもね、少数かもしれないけどね、ファンの方々がね、まあ、定期的にある一定数買ってくれるということが、まあ、どんどん電子書籍のラインナップが増えていくと、まあ、結局出版社の売り上げっていうのは増えていくわけですよね。まあ、こう一冊一冊の本の売り上げは小さかったとしても、その本がたくさんあるという状態で、まあ、ロングテールですよね。まあ、今までは死に筋だったかもしれないけど、それが着実に売れていき、着実に利益につながっていくというのが、まあ、電子書籍の場合はあり得るということになります。はい。だから、まあ、たとえですね、まあ、紙の本に比べて販売価格が低下したとしてもっていうことですよね。だから紙の本は紙っていうね、物理があります。で、電子書籍の場合はその紙という物理がないので、だからまあ電子書籍の方が紙の本に比べて、全く同じ内容の本だったとしても、まあ、若干販売価格が低下するってことはよくあるんですけれども、まあ、しかし利益率は向上するということですよね。まあ、今ご覧いただいているのは、まあ、SE ホールディングスのですね、まあ、業績なんですけれども、まあ、グレーの棒グラフっていうのが売上高を示しています。で、売上高に関しては2009年、2010年というところが、まあ、ある意味、まあ、ピークになっていて、まあ、そこからは基本的に下がっててるんですよね。まあ、特に2011年から2017年っていうのは、まあ、比較的こう売上は減少傾向になってます。しかしですね、折れ線グラフを注目していただいた場合、まあ、例えば青ですね、青は粗利率です。売上から原価を引いた粗利率ですね。それから赤は営業利益率ですね。そして、まあ、オレンジがですね、結局最終利益、法人税まで支払った後の、まあ、最終当期純利益の割合なんですけど、青の折れ線グラフ粗利率も、赤の営業利益率も、そしてオレンジの最終当期純利益率も右肩上がりになっているというのを確認していただけると思います。まあ、つまり売上伸びてなかったとしても、利益率はどんどん上がっているということが、まあ、分かってくるということですね。で、まあ、企業価値ってどういうふうに、まあ、考えるかということなんですけど、結局その企業が存続し続ける限り、まあ、合計でいくら利益を上げるかっていう、まあ、利益の合計
計金額っていうのが基本的には企業価値という考え方です。なので、まあ、売上ではなくて利益と利益の成長率で考えるんですね。だから、まあ、この利益をもう今後永久的に上げ続けると仮定したならば、まあ、結局この企業の価値はいくらですと。ただし、まあ、今の利益が、まあ、さらに将来になって増えていくと、成長率まで考慮するっていうことで、まあ、利益と利益の成長率でもうこの企業が今後半永続的に持続的に存在すると仮定したら、この企業はトータルでいくらの利益を上げるという考え方が企業価値なんですね。だから売上下がってもいいんですよ、利益が増えるんだったら、なおかつ利益が成長していくんだったらということです。はい、ということで、まあ、電子書籍の割合っていうのが、まあ、大きくなっていくと、まあ、利益と利益の成長率の両方が上がっていくということですよね。利益が上がるのは、まあ、単純に原価がかからないし、まあ、取り次ぎさんに払うお金とか、もしくはその書店さんがに払うお金っていうのが、まあ、減るからということで、まあ、利益の額は増えていくということですよね。で、成長率が上がるのは、これ市場が伸びてるからということですよね。まあ、例えば昨年の数字で言えば、まあ、2020年と21年比べたときに電子書籍市場は年 28% 大きくなっていると。だから、まあ、成長産業 の中にいるんで、まあ、成長率も上がっていくということですよね。はい、よって、まあ、SE ホールディングスの、まあ、PER7.4 倍、それから PBR1.0 倍、まあ、両方が割安指標になってるんですけど、これは指標上だけではなくて企業価値から考えても割安だというふうに分析しています。はい、ゆえに、まあ、企業価値まで株価も上昇していく可能性が高いということですね。はい、以上株価予想をまとめると、まあ、短期に関しては下げ止まったのではないかということで、まあ、しばらく様子見で横ばいが続く可能性が高いというふうに見ています。長期に関しては電子書籍が成長産業ということで、まあ、上昇の可能性が高いということですね。まあ、ゆえに短期的には横ばい、長期的には上昇というふうに予想します。はい、ということで今回のテーマ SE ホールディングス株価予想ということですけれども、まあ、256円の株価がですね、まあ、593円というのを今回の予想というふうにしたいと思います。毎日更新の励みになっています。高評価並びにチャンネル登録をお願いいたします。4大特典をプレゼント中です。説明欄からのメルマガ登録にてお受け取りください。はい、最後までご視聴くださり感謝しています。いつも本当にありがとうございます。